県は人口減少対策子育て支援や防災対策を盛り込んだ9990億円余りの新年度予算案をまとめました今朝の部局長会議で決まった新年度の当初予算案はおよそ9991億円です柱としている人口減少対策や子育て支援に17億2600万円余りを当て 第三市の保育料を無償化するほか通院医療費の助成の対象を中学3年まで広げる計画ですまた能登半島地震を受け防災対策を強化し住宅の耐震化を加速するため改修工事の補助額を100万円から150万円に増やします予算案は14日に開会する県議会に提出されます